デビット・フィンレイは北アイルランドの男性プロレスラー。ドイツにイーダーザック選手ハノーファー出身。新日本プロレス所属。父親は、アメリカのメジャー団体である WCW、WWE で活躍したデーブ・フィンレイであり、四世イレスラーになる。2012年12月22日、ハノーファーを拠点とするインディー団体である、ユップにて、 ビッグバン・ウォルターを相手にプロレスラーデビューを果たすが、反則攻撃を受けて試合が終わる。同日のメインイベントでは、父のデブ・フィンレイと親子タッグを組んで、イングランドプロレス界のオスであるダニー・コリンズロビー・ブルックサイドの胸を借りて、アイリッシュ・ストリートマッチを行い勝利した。プロレスラーデビュー以降、しばらく活動を停止していたが2014年より復帰。 4月19日、アメリカのジョージア州を拠点とする委員は似て、ジョニー・スウィンガーと組んで、ユージュアル・サスペクツと対戦して勝利した。7月よりイングランドへと渡り、アス・ダブリュに参戦して、オリバー・グレー、ジョン・スカイラーといったレスラーたちと対戦。10月10日、トニー・セント・クレアーが主催し、ハノー・オファーを拠点とするインディー団体であるパウに参戦。パウジュニア初代ジャケットリプルスレッドマッチにて、 スコッティ・サクストン、ベイト・ミューラーと対戦して勝利し、王座を退官した。2015年1月31日、マイキー・ウィップレックが主催し、ニューヨーク州を拠点とするニーワックにて、グリムリーファーと対戦するが敗戦した。5月7日、新日本プロレスが開催するベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、22に出場することが発表された。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、 22では B ブロックでエントリーされ未勝利のまま勝ち点0という結果に終わった。6月8日、新日本プロレスに入団することが発表された。2016年5月、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場予定とされていたマット・ジャクソンが負傷欠場になったことによりリザーバーとして出場。同月29日大阪大会にて下道から勝利を収める活躍を見せた。 9月25日神戸大会で小島さとリコシェと共にヤングバックスアダムコールが持つネバー6人タック王座に挑戦。リコシェがシューティングスタープレスでニック・ジャクソンを沈め第8代王者となる。10月18日魚沼大会でロッキー・ロメロウィル・オスプレイバレッタの挑戦を受けるも得意技プリマ・ノックタでロッキーから3カウントを奪い。 防衛した。2017年1月4日、東京ドーム大会で、エビルサナダ&、ブシクミに敗れ王座陥落。2018年4月24日、後楽園、ホール大会で、J ホワイトの持つ IWGP、US ヘビー級王座に挑戦したが惜しくも敗れ、王座大会は叶わなかった。二千十九年二月十三日後楽園、ホール大会で、左肩負傷し、 シリーズを欠場。10月14日、両国国技館大会、IWGPUS ヘビー級選手権試合後、約8ヶ月ぶりに新日本マットに登場すると、ランスアーチャーの暴行でピンチを迎えたジュース・ロビンソンを、救出。11月9日、サンノゼ大会で、IWGPUS ヘビー級王座に挑戦するも、アーチャーに敗れベルト大会ならず。また、 名優であるジュースと共に、ワールドタグリーグ2019エントリーし、エビル、サナダ組を破って初優勝を果たした。2020年1月4日、東京ドーム大会にて、ゲリラズ・オブ・デスティニーが持つ、IWGP タグ王座に挑戦。途中、邪道の介入などもあったが、見事勝利し悲願の王座大観を果たし、第85代王者となった。2月1日、アメリカ・ジョージア州、 アトランタで行われたザニュービギニング USA のメインイベントで前後王者チームゲリラズ・オブ・デスティニーとのリマッチに敗れ王座を奪還された。2021年2月16日インパクトレスリングにジュース・ロビンソンとのタッグで出場しリノスカムと対戦フィンレイのなだれ式ブレーンバスターからジュースのフロッグスプラッシュで勝利を収めた。試合後ザグッド ブラザーズが入場ゲートに姿を現れ、絶戦を繰り広げた。ありがとうございます。